はい、どうもこんにちは。日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね e フットボール2021のフィーチャーを紹介していきたいと思います。先日からマジックモーメントスターズ、そしてグレートフィニッシャーズフィーチャーは登場したということで、ご覧の通りの選手たちが登場しましたね。で、今回はですね、次のおそらく月曜日に登場するんじゃないかなという選手たちを見ていきたいと思います。今回はインチャントドリブラーということで、こちらの10選手が登場する予定となっております。まあドリブラーが登場ということになっているんですけども、やはり今回の注目はエンバペですかね。ラインブレイカーのエンバペが登場ということになりますので、通常の能力値、1レベの能力値、そしてレベマの能力値の比較を見ていきながら紹介していきたいと思いますので、早速エンバペの方から見ていきましょう。どうぞ。ということで、まずエンバペですね。今回は通常のまず1レベの能力値の比較からご覧いただければと思います。今回の能力値の比較からですね、プレイスタイルを一番左の下に書いておりまして、チームプレイスタイルが右下に変更となっていますので、そこだけご注意いただければと思います。で、今回のエンバペに関しては、やはりインチャンティングドリブラーということになりましたので、ドリブル、そしてボディコントロール、フィジカルコンタクトの部分が爆上がりという結果になりましたね。他は基本的にプラス3からプラス4という結果になっていますんで、まあ1レベのエンバペを使うよりかはかなりはるかに強いエンバペが登場するということになっているんですが、気になるのがエンバペのレベマの能力者との比較ですね。こちらご覧いただければと思います。エンバペに関しては5レベ温存させていただきました。というのもフィーチャーのレベルがですね5レベまで上がりますので、この5レベに関してはチームプレイスタイルに振り分けるしかないのかなと思いますんで、通常の能力者も5レベ温存して能力者を振り分けて今回は紹介させていただければと思います。やはりですね、ドリブル、フィジカルコンタクト、ボディコンに関してはフィーチャーの方が強いのかなと思います。ただ他のところですね、ボールコントロールからパス系、決定力の部分はマイナスという結果になってしまっています。ただですね、こちらのマイナスで見てみてもマイナス1差なので、個人的にはフィーチャーでも全然強いのかなと思いますけども、まあこれは通常の能力値をどこに振り分けるのかというところでかなり変わってくるのかなと思います。もちろん得点能力であったりスピード瞬発に振り分けるとめちゃくちゃ強いエンバペが自分で作れるということにもなりますので、個人的にはやはり通常のエンバペをレベマにして使っていくのが安定なのかなとは思いますね。ということで続きましてビニシウス見ていきましょう。ビニシウスに関してはまあさっきのエンバペのような形で能力値振り分けていますので、いきなりレベルの能力値の比較からご覧いただければと思います。こちらですね、かなりマイナスが目立つという結果になってしまっています。ただまあドリブル能力はプラマイゼロで、あとはフィジカルコンタクト、ボディコンはプラスということで振り分けさせていただきましたが、オフェンスセンス、ボールコントロール、ボールキープ、パス系、ここら辺に関してはマイナスということですね。で、決定力に関してはビニシウスもう少し高くね、設定されていてもいいんじゃないかなとは思いますけども、まあ、74か75かというところで、ここら辺はほぼ誤差ですね。ですので先ほどのエンバペとは逆に、個人的には間違いなく通常使っていただければという選手になっているのかなと思います。本作はインサイドレシーバーということですね。ということで続きまして、ゆうべディバラ見ていきましょう。今シーズンで退団が決まっているディバラになりますけども、どこに行くのかっていうのも一つこの夏気になる点ですね。で、ディバラに関してはやはりインチャンティングドリブラーということで、ドリブルはプラス1という結果になりました。ただまあオフェンスセンスであったりスピード瞬発の部分で、キック力もマイナスという結果になっていますので、フィジカルコンタクトであったりドリブル能力はプラスという結果ですが、やはりこう見た時には個人的に通常のディバラを使っていただければと思いますね。ということで続きまして、バイエルミュンヘンサネ見ていきましょう。サネに関してはドリブルプラス2、ボディコンプラス2ということで振り分けさせていただきましたが、パス系であったり決定力、プレースキック、カーブはマイナスという結果です。瞬発力もマイナス1ですね。ですのでまあやはり振り分けの能力値によるかなと思いますけども、個人的には通常の決定力であったり、あとはスピード瞬発、まあここはもう少し下げてもいいのかなと思いますので、ドリブル能力だったりオフェンスエースに振り分けていただければと思いますね。で、注意点で言うと、サネに関してはミドルドロップとか有能なスキルはかなり多いんですが、スーパーサブが今作からなくなっていますので、そちらだけご注意いただければと思います。今週のライブアップでは C ですね。はい、ということで続きまして、ユナイテッドサンチョ見ていきましょう。サンチョに関しても同様な分け方をさせていただいておりますが、ドリブルであったり フィジカルコンタクトの部分ですね、プラスという結果になりました。ただまあオフェンスセンスであったり瞬発力の部分はマイナスという結果ですね。まあですので、サンチョに関してもやはりフォワードですんで、得点能力、オフェンスセンス、決定力に振り分けていただければと思いますけども、まあこの中で見てもこうディフェンス能力がやはりね、プラマイゼロというか、まあ上げる必要がないのかなと思いますので、それ以外
なところで振り分けていただければと思います。まあ逆足の頻度がやや低いというところであったり、まあ決定力もう少し欲しいなというウィングかなと思いますね。スキルダブルタッチ、今回ワンパ持っているウィングの選手ということになっています。ピンポイントクロスも持っていますので、まあクロス上げるなら3丁でもありなのかなとは思いますね。続きましてラファシューバ見ていきましょう。ラファシューバ本当にウィニングレブンというか、いいフットボール担当者の方大好きですよね。よく FP で出てくるなという印象を昨シーズンの前作から持っているという選手なんですが、ドリブル能力ボディコンはプラスという結果になりましたが、パス系であったり決定力、そしてスピードはマイナスという結果ですね。まあジャンプはそこまでなくていいのかなと思いますが、キック力はマイナス1という結果になっています。でスキルはダブルタッチであったりドロップスルーパスは持っているということですね。でスキル追加のというところはまだ分かりかねますが、一つ空いているというところは評価できる部分なのかなと思います。で逆足頻度精度ともに普通、調子の波が小さいというところ、そして結果耐性が高いというところはかなり評価できる点かなというところですね。フォワードのポジションならどこでもいけますし、中盤も DMF、まあ、使う方は全くいらっしゃらないかなと思いますけども、一応いけるという形になっていますね。続きまして入荷するアラン・サン・マクシマン見ていきましょう。サン・マクシマンに関してはドリブルであったりフィジコン・ボディコンはプラスという結果になりました。オフェンスエンス決定力はマイナスということですね。やはりこのフィーチャーに関しては自分で好きなように育てる、まあレベルが5しかありませんので、チームプレイスタイルに振り分けるしかありませんので、そこがねできないのがかなりネックな部分かなと思いますけども、逆足頻度、精度は高いという結果になりました。でレベル総合値はプラマイゼロで86ですね。スキルはシザーズ、エラシコ、ルーレット、エチタン、足元系かなり多いなというところで、まあウィングというか、まあサイドハーフどちらでもそうなんですが、シュート系であったりパス系のスキルを持っておいてほしかったなという選手かなと思いますね。まあこのアンサーマクシマンに関しても、来シーズン、まあ今シーズンの活躍もそうでしたが、まあやはりドリブルで見せる選手かなと思いますので、この辺のドリブル能力、特にドリブルは93という結果になっております。ということで続きましてバルセロナアダマトラオル見ていきましょう。アダマに関してはドリブルであったりフィジカルコンタクト、ボディコンはかなり強化という結果になりました。まあ、スピード瞬発はですね、もともと90台乗っていますので、まあ、そこまで上げなくていいのかなと思いますんで、得点能力をねその分上げていただければと思いますし、個人的にはまあバルセロナでもそうですけど、ウィングに張らせてねクロス上げる選手として使っていただければと思いますが、まあ来シーズンはおそらくバルセロナではいないのかなと思いますので、そこら辺でライブアップデートであったりライセンスないチームもしかしたら行くかもしれませんので、そこら辺でねどうなるかなかというところが一つ注目な点なのかなと思います。スキルダブルタッチであったりエアボトルを持っているウィングの選手ということですね。ということで続きまして左ウィングフォワード、フェイエノールド、シニステラ見ていきましょう。シニステラに関しては高いところでバランスが取れているなという印象なんですが、やはり通常の能力値の方は個人的にはいいのかなと思いますね。特にスピード瞬発であったり得点能力もマイナス2、決定力マイナス2にされていますし、スキルダブルタッチであったりスーパーサブ持っているんですけども、まあやはり個人的には通常のシニステラを使っていただければと思います。今週はライブアップで A ということですね。続きまして左サイドハーフ、ベネツィアのキー見ていきましょう。キーに関してはドリブルであったりフィジカルコンタクト、ボディコンはプラスという結果になりましたが、他のところがまあ基本的に下がったという結果ですね。まあですので今回のインチャンティングドリブラーに関してはドリブル能力が強化という結果の選手が多いかなと思います。でキーに関してはルーレットと PK キッカーしかスキル持っていませんので、今回のガチャで言うと外れ枠の選手になってしまっているのかなというところですかね。はい、ということで本日はですね、おそらく来週の月曜日5月9日に登場するであろうインチャンティングドリブラーのフィーチャー、あの選手たち見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあやはりエンバペに関しては通常のですね、エンバペが GP めちゃくちゃ使うので、まあ能力者振り分けられないとはゆえゲットできるチャンスなのかなと思いますので、ぜひコインでゲットしていただければと思いますし、まあやはりドリブル能力強化という選手がかなり多かったですね。でサネに関してはスーパーサブ持っていませんので、1番2番のあたりになる選手ではないのかなと思います。はい、ということで本日はこの辺終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。